はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回も、滋賀高原ビールの、こちら。これなんだ？英語で読めないんだけど。インディアンサマーセゾンという、生ビールです。これクラフトビールですね。地ビール。夏の農作業のために、農閑期に作られたというセゾン。夏を越えてインディアン、サマーの、季節までも楽しめるようにと一層たっぷりのホップを使って仕込んでみました。セゾン、酵母由来のフルーティーな香りがニュージーランドとアメリカ産のアロマホップの個性と調和したドライで軽快な味わいです。こちら容量が 330ml で、アルコール度数が 7%。原材料が麦芽とホップ。製造者が株式会社玉村本店。長野県の会社です。よし。まあ、こちらもあの、リスナーさんにね、ギフト券をいただきまして、そちらで、Amazon で購入したものとなっています。ありがとうございます。前回飲んだのが、ペールエールみたいな感じのやつね。結構苦味が強かったタイプでした。今回は、はい、ポテトチップスの海苔塩カルビー。ポテトチップスはね、あの、海苔塩が俺個人的に一番好きなんですけど。まあいいや、カンピー。あ、ちょっとあの、前回のに比べると明らかにちょっとコクが薄い。うん。ただ苦味が、やっぱり非常に強いですね。前回も強かったですけど、今回も非常に苦いです。なるほど、なるほど。こちらが値段、382円。税込みで382円となっています。苦いな、やっぱり。前回のに比べると、コクがそこまでないので、まあ、苦くて、こう、さっぱりして、なんか夏向けなね。うん。ビールですね。ビアスタイルがベルジャン IPA。まあ、IPA じゃない、インディアペールエールの略です。今年もね、もう大晦日、今日大晦日の今、もう23時ぐらいなんですけど。いや、今年も長かったような、短かったような。ね。まあちょっと、今年はね、非常に、まあなんか災害だとか、ね、いろいろ見舞われましたけど。まあ、うん、日本的に考えればやっぱ災害のね、あの影響が非常に大きかったと思います。うん。だから今年の漢字一字に表すと、災害の災ってね。まああれは納得ですね。うん。あ、やっぱあれだな。ポテトチップスの海苔塩うめえ。
ビールとまた合うんだ、これが。ああ。苦味が強い。本当に。大好きなセゾンを夏を通り越して、晩春のインディアンサマーの、季節まで持つようにさらにたっぷりのホップを使って仕込んでみました。これのもともとは脳換気、これなんて読むんだ、なんて読むのかな、あれだ、脳換気でいいんだ、あ、脳換気であってる。脳換気の冬から春にかけて、夏の、農作業のために仕込まれたというセゾン。保存性を良くするために使われたホップがベルギービールの中でも際立つスタイルです。だから、前回の、あのビールの説明にもあったんですけど、まあ、本来は結局、あの水を、なんかすごい、ね、水が飲めないその地域で、あの水の代わりに飲もうっていうね、ビールをね、まあそういったほっぺ噛んだ。このさ、口の中をさ、ガブってたまに噛むときがあるじゃないですか。それでさ、噛んでさ、腫れて膨らんで、さらに噛みやすくなって、また噛むって。あるある。ネーミングからセゾンの IPA 的なものだと思われた方もいらっしゃると思いますが、そういう意味ではほぼ正解です。IBU は通常の IPA よりもやや低めの50くらいの設定ですが、ドライなボディとバランスは程よく苦いです。でもあれだな。アルコール度数6、じゃあ、7% もあるのに。なんか、そんなに、普通に飲みやすい。で、香りがものすごい、あの、フルーティーな、ね。まあ、やはり柑橘系のね。フルーティーなんだけど、すごい苦い。うん。あ、セゾン酵母により、度数を感じさせないドライさと嫌味のないフルーティーさ。全然あのアルコール臭っていうのが全くしないですね。あの第3のビールのアルコール度数 8% とかさ 7% のやつさ、明らかにさアルコール臭がするんですよ。あれに比べると全くしない。ホップはニュージーランドとアメリカ産の新品種が中心。青い柑橘類を思わせる、爽快な香りが特徴です。
これはあれだな。これ夏だな。これ夏飲むとすごい美味しいぞ、多分。見るからにこの、もうこの、なんだ、軽快さね。うん。で、苦いんで、なんていうか、夏ってやっぱ甘いものよか、ね。ちょっと苦かったりする方が、なんか美味しく感じるじゃないですか。それだね。うん。間違いなく。夏だ。うん。美味しい。うん。これは美味しいですね。でもやっぱとんでもなく苦いね。とんでもなくっていうか。さすが IPA。とんでもなく苦い。ということで、大晦日。ああ、ものすごい。口の中が痛い。これは美味しい。これは美味しいですね、うん。はい。ということで、皆さん、良いお年を。2154です。ご視聴ありがとうございました。